ブログとかを見てるとですね、本当にこうかなりトレーニングをしているように見えるんですけども、膝の具合は実際今のとかどうなんでしょうか。ですね、手術は最後に出た大会がもう全豪オープン1月になります。それでちょうど膝の異変を感じたのは昨年の、昨年この通りには私は出なかったので韓国にちょうど行ってたんですけれども、ちょうど本当に1年前ですね、1年前の、先週ありましたジャパンオープンで、ジャパンウィメンズオープンで、ある日突然膝が腫れて痛みもなく、膝をパッと見たらあれ膝が腫れてるってなって、で次の日、その日はシングルス1回戦勝って試合後に腫れてるのを見て、それで翌日ダブルスがあったのでダブルスやって、実はダブルスのあのアイフォーメーション分かりますよね、アイフォーメーションが痛くて痛くてしゃがむからしゃがむからしゃがんで立ち上がってさらに腫れてまた腫れて、やばいと思いながらシングルス2回戦やって、それでやばいと思いながら韓国行って、そしたらもっと悪くなって、でだましだまし、年末いっぱい、前後はどうしても出たいっていう気持ちがあったので、そこまで頑張りすぎたら半月板が、亀裂が断裂になり、挙句の果てにクリーニングで手術をしたら、軟骨がボロボロになっているということが分かり、4月に大きな手術をして、ちょうど今5ヶ月ですね、術後。ここまでは順調に来てますし、ほぼほぼその手術をした箇所はいい状態に来てはいますけれども、当然手術すると筋力がかなり落ちてしまうので、その筋力を戻さない、一般レベルでそのいわゆる普通に生活するレベルとしては、今はもう生活することに不自由を感じることもほとんどなくなりましたし、いいんですけれども、やっぱアスリートというレベルに持っていくためには筋力が今はまだ戻ってないので、もう明らかにこう見ても、まだ筋力が戻らない、そこを戻さないと、まだ実は走れない状態です。本当に久しぶりにこう見たとき、やっぱり少しこう足が、特に細くなったなというイメージがあったんですけども、やはりこう彼女が復活したいという、やはりもう一回この怪我からも復帰したいというふうに思って、ちょっと信じれないという方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、私は本当にもう間違いなく復帰するだろうなと信じてます。なぜかというとですね、最初に8年前に復活された時もですね、正直私もその時一緒にこう仕事で携わっていたんですけども、彼女が復活しようと思うというふうにおっしゃった時に、12年間ですよ、ほぼラケットをほとんど握ってない中で、今のこのベテランのツアーではなく現役のツアーに戻るというふうに言った時に、正直ですよ、今だから怒られるかもしれないですけど、その時はもちろんできると思いますとは言ったんですけども、ちょっと厳しいんじゃないかなというふうに思ったんですけども、見事な復活というかですね、逆にセンセーショナルで、もう逆に本当にこうびっくりしたんですけども、その時になぜですね8年ぶりに復帰しようというふうに思ったんでしょうか。私自身もやっぱりどっちかというとやっぱ不安の方が大きかったですけれども、特に一つ言わなきゃいけないのは、25歳の時に、ランキングも8位だった時に、私は第一キャリア引退したんですけれども、あの時はやっぱり私自身もまだ若かったし、いろんなことを受け入れられるほどの自分自身に器もなかったし、当時はパソコンもない携帯もない時代で世界を飛び回っていて、英語力もほぼゼロ、そうする、他のアスリートを見ても、今はもうサッカーだ野球だ、もちろん他のスポーツも世界で活躍する日本人の選手が、世界で活躍するアスリートがたくさんいますけれども、当時は私と松岡修造さんと野茂さんぐらいしか本当になかったんですよね、なのでやっぱりこうメディアからのプレッシャーもほぼほぼ全てがこうのしかかってくるようなものを、それを対処できるほどの、今ほどスポーツなんていうんですか、周りの環境っていうものもこうアスリートを守るもの、またそれに対応できるだけのものっていうものを若い時から持てるっていうことがなかなかやっぱりできる時代じゃなかったので、私自身もそれにこう振り回されることも多く、やっぱりこうハンドリング